皆さん、こんにちは。Amazon Web Service Japan ソリューションアーキテクトのパクと申します。普段は AWS を使うお客様を対象に技術支援を行っております。本日は NoSQL Workbench でのデータモデリングについてお話しします。開発者及びデータモデリングを担当するエンジニアはよくデータモデリングをどうするかと、データモデリングは最終的にどのような形になるかを課題として考えるケースがあります。NoSQL Workbench はこのような課題を解決するために役に立つツールになります。NoSQL Workbench は無料でダウンロード可能なツールで、テスト用の DynamoDB をローカルで実行することも可能です。NoSQL Workbench のメリットの一つは、複雑な設定なしでデータモデリングを試しながらテーブルを構築することはできることです。テーブルと GSI を使用し、データを可視化、実際にデータを入力、GSI を使用するなど、一大多のモデリングがどのように見えるかを把握することが可能です。これによってテーブルデザインをアクセスパターンに合わせて迅速に変更、削除、作成することができます。詳しくは今の画面に表示されている QR コードで詳細なドキュメントを確認してください。ここからはデモになります。NoSQL Workbench をダウンロードすると、事前にセットされているプリセットモデルが見えます。各モデルではモデルの説明、概念も含まれています。例えば、ブックマークデータモデルを見てみましょう。このモデルは、NoSQL を使用する際によくある多大多のアクセスパターンを想定しています。エンドユーザーは複数のブックマークを持つことができ、また、ブックマークは複数のエンドユーザーに提供されることを考えられます。それでは実際にこのブックマークデータモデルをインプット、どのようなデータが見えるかを確認してみましょう。また、データモデルはいつでもアトリビュートを変更しながら最適なテーブルデザインを探すこともできます。まずは、インポートボタンをクリックしてください。その後、データモデラーに移動すると、テーブルを確認することができます。本データモデルには、カスタマブックマックというテーブルが一緒に提供されています。カスタマブックマックをクリックすると、事前に構築されている GSI が3つあります。各 GSI は、それぞれ特定のアクセスパターンに対応しています。Amazon ユーザーガイドでこれらの説明を確認することもできます。カスタマブックマックテーブルでは、既に定義されている PK カスタマ ID と SK があります。また、右側上にエディットボタンをクリックすると、いつでも各属性の変更、追加ができるようになっています。ただし、NoSQL Workbench から AWS アカウントに DynamoDB データモデルをデプロイすると、タイプなどの変更ができなくなるのでご注意ください。その場合はデプロイ先のテーブルを新しく構築することになります。GSI の設定を確認することも可能です。ここには PK を E メールに指定した by E メール、PK を URL で指定した by URL、PK はテーブルと同様にカスタマ ID であるが、S キーがフォルダに設定されている by カスタマーフォルダの3種類の GSI があります。DynamoDB は PK と SK を指定することにより、アイテムの検索を行うため、それ以外のアトリビュートを条件として検索を効率的に行う場合、GSI を作成する必要があります。データモデルを作成した後、ビジュアライズをクリックするとデータを可視化することも可能です。可視化されたデータを見ると、すでにサンプルデータが入っていることがわかります。サンプルデータは複数のレコードがあるが、1対多でも1つの PK に複数の S キーで構成されているデータになります。GSI も同様に1対多の構造になっており、1つの PK に複数の S キーによって構成されているアイテムが確認できます。by e メールを見ると、 PK が e メールに指定されているので、 e メールを指定することで該当するデータをすべて経理することが可能です。ここまで来ると AWS アカウントに
データモデルをコミット、デプロイ、あるいはローカルのダイナモ DB にコミットすることもできます。本動画では US East 1リージョンに現在のデータモデルをコミット、デプロイします。事前にデプロイするリージョンを設定する必要があるのでご注意ください。それではデプロイしてみましょう。デプロイが終わると、NoSQL Workbench では、AWS アカウントにあるテーブルを確認することができます。こちらのオープンボタンをクリックしてください。そうすると、AWS アカウントの中にあるすべてのデータが、今、NoSQL Workbench で確認できることが言えます。さらに、DynamoDB に対してオペレーションを実行することもできます。また、オペレーションに必要なコードをジェネレートすることもできます。それでは、オペレーションに必要なソースコードをジェネレートすることをお見せします。例えば、テーブルをフルスキャンしつつ、カスタマーブックマックスのアイテムを抽出するオペレーションを Python コードでジェネレートする場合、それはどうするかを今からお見せします。Expanded Operation ボタンをクリックしてください。で、オペレーションのところにスキャンを選択してください。テーブルネームは現在に持っているカスタマーブックマークというテーブルを選択します。インデックスは選択しないでください。その後、下にあるジェネレートコードボタンをクリックすると、オペレーションに必要なコードが作成されることが確認できます。作成されたコードは全体を使用するか、あるいは一部の変数を変更してアプリケーションに導入することができます。NoSQL Workbench では Python、JavaScript、Node.js、あと Java に対応しています。皆様、いかがだったんでしょうか？ NoSQL Workbench ではこのように簡単、迅速でデータモデルを作成し、可視化、デプロイすることができます。また、DynamoDB オペレーションに必要なソースコードをジェネレートすることも可能です。データは AWS CloudFormation などのサービスでエクスポート、インポートすることもできます。以上の機能に興味を持つ方は、ぜひ NoSQL Workbench をダウンロードしてお試しください。また、他のデータモデリングに興味がある方は、サンプルのモデルもいくつか、ユースケースに合わせて紹介する資料もあります。こちらのドキュメントをぜひご確認ください。本日はありがとうございました。